はい、ガチヤグラのもずく農園やっていこうと思いまーす。というわけで、本日はスプラローラーのバブルがついた棒持ち来た。これね、もうね、俺のための武器、真っ黒だし、で、相手がローラーザップマニュー、ハイドラントですね。ちょっとやっていくよ、ごまず死んじゃうね。やるじゃん、君。俺のセンセーショナルな、このデビュー戦を邪魔するなんて。あ、なんかリスケされてる。ちょっと待って。ちょっと待って。まあ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 、最初はね、まあ多少はね、私手抜いてますから。はい。よし、やっていくぞ。このローラーね、俺絶対使えると思う。とりあえず最初はびっくりしちゃっただけなんで、ここから巻き返していきたい。削り、やれるかな。あ、2枚やれそう、これ。オッケー、3枚やり。オッケーオッケー、ここから。はい、俺。で、これね、泡をね、どううまく使っていくかっていうのが、多分この武器の一番大事なとこかな。右抜けて、ボム投げて、地面に泡吐くと、地面濡れるな。これ大事だな。で、ボムで割っていきたいが、割ったけど、ハイドラント点か。これ、ボムマジ強えな。スプラボム。なんかさ、前作のノアみたいな動きが一番強いんじゃないかな。なんか2枚死んだボムで。ボムとメインで。これ強いな。投げて、ここの泡、うまく入っていきたい。ここ。これ、絶対強いでしょ。マジで。もっと前に投げてもいいか。でも、ボム事故は怖いやな。あ、ナイス。強。ボム最強やん。絶対強い。俺これ多分、今後スプラローラーより強いんじゃないかな、極めれば。ナイス、いいノックアウトは。はい、スメーシーのヤグラ。まあスメーシーはどうなんだろう。でもスプラローラーがね、あんまり俺は好きじゃないから、エリアとかだと特に絶対こっちの方が強いと思う。したら、まあ、こことかはあんまり、どっちから行った方が強いんだろうな。右からかな。この武器はマジ極めれると思うよ。で、ボム置いて、これ来そうだな。この丸ミスはどれの丸ミスだ。スプスピか。いやー、そこか。潜伏か。なんだ、ま、カーリングあると思ったから、マニュアいると思ったけど、カーボンも一緒に来てたのかな。これは飛んでいいかな。お、左来てるか。ボム置いて、これは左潜伏安定かな。回ってもいいな。回ろうかな、これ。回ったら刺さりそう。あ、そっちか。これバレたね。ボムだけ置いて、会員がない分、なんか不自由かなと思ったけど、正直ワンの時ドラコラがずっと使ってたやつだからな、俺。あんま関係ねえな。はい、オッケー。ナイス、おる？さあ、こっから。からガンガン押していこう。頭使って攻めるのが大事だな、このローラー。え、あのね、ワンのスプラローラーにすごい似てる。スプラローラーみたいな感じ。スプラローラーもね、田植えもね、ローラーも素晴らしいってね、ワンの動画あるんですけど、まあ、それで使ってたから、結構ね、賢く生きればいいんじゃないかな。あ、割れちゃった。後ろにいるね。後ろ見てあげたいけど、とりあえずまず1枚やって、ここ潜伏で、あ、やべ、外した。2枚やったけど、あれは後ろは俺が潜伏で見てあげればいいかな。うん、これ見てあげればいいや。こいつやって、オッケー、完璧な仕事。オッケー。これ泡。今のボム先入っておいた方がよかったな。後ろ見てあげる？見てあげてもいいけど。左回ってる。これは、ボムメインに入り詰めて、上来そうだけど、ヤグラのカウント進めたいが、しかし、こう引いていく、華麗なるステップ。はい、こいつもやれる。オッケー！ジジイ。よし。ただ、どうしようかな、これ。割と、これ泡溜めちゃって、泡入っちゃうわ。これ、この動き強くない？やばない？この動き強くない？マジで。
でもちょっとね、仕事の予定とね、いろいろね、噛み合っちゃってね、明日明後日スプラトゥーンができないーって曲者決めていく。ボム、これは乗っちゃえば勝てるか。乗っちゃいまーす。はい、OK。 素晴らしい、いいね。結構こういうことなんでね、ボムとバブルの使い方が一番大事やな。これは深いね、この武器。10キリチェス、完璧。おいっす、ホテルニューオートロのガチのアサリやっていこうと思います。ガチのアサリだからね、遊びじゃねえぞ。チャージャーデュアカス、相手が新しいローラーと新しいマニューと古いオクタ、新しい、新しくないよねあれ、と X か。 X めんどくせえ。これはやられるな、さすがに。あー、これダメだ。マニューしてるけど、マニューやったけど X だね。これ詰めてほしいんだけどね、 X に対して。もうガンガンいっちゃっていいよ、このディアノの人。したらボム置いて、前詰めようかな。ボムは置いとくけど、どっち行こう。左詰めちゃうか。むずい、これは。この立ち合いむずいよ、ここむずいよ。いっちゃう、いっちゃう、あ、いっちゃうね。オッケーオッケーオッケー。したらこれ泡を入っていって、アサリ入れていきたい、アサリ入れていきたいが、ちょっと一回待ってか。あんまり合わなかった、やべ。あー、これはあかん。間に合わなかったな、これ絶対。繁盛来た、あげとけみたいな感じで、あげられたわ完全に。そしたらこれは右回ってアサリとスーって感じだけど、これいるね。相手もアワローラーっぽいね。上な投げてきたから、これ多分ね、左回って曲者狙えるわ、やっぱり。さて、これは OK だけど、この泡勝て。泡はね、ほっとくと勝手に回復していくから、そこは害悪。あ、やばい、これ。このボム、あー、ダメだな。吸盤噛み合ってた。このね、手前のボムが結構ローラー使いこなすと強いと思うんだよな。なんか他の進撃紹介動画と違って、ちょっと真剣になっちゃうな。今後どう使っていくかっていうのを考察しながら使っちゃう。削ってはいるがって感じだな。ローラーは落として、これはどうしよっかな。左回るか。どうしよう、どうしよう、どうしよう。来てる、痛い、ヒローラーやった。逃げよう、こいつ逃がさん。うわ、逃がさんって言うた割に、言うた割、無理しない、無理しない、無理したら意味ない、これ死んだら意味ない。で、待っていいよ、これ待っていいよね。ジェッパーある、ジェッパーかろう、そこいる多分。はぁ、やべえ、これ X ちゃんがいるけど、いや、こういう手の届かないところにボムを置けるの、俺すげえ嬉しいな。カーリングばっかあったから、ローラー。スプラッシュボムっていう優秀なサブが、個人的にはすげえありがたい。楽しいね、使ってて、まず。もうスーパー着地って上手くなる方法はないからな。バブルは履き方上手いとかあるけど、伸びしろがないスペシャルを使うより、伸びしろがあるスペシャルを使ってる方が俺的に楽しいんだよな。さて、これはカモンをして、あ、ナイス、ドーン。これ9個持ちがやっぱ強いね、スペアローラーと一緒で。これ1枚持ってって、これヘイト買って、あー、味方死ねたかな。あー、これは絶望。1枚持っていけたら神って感じ。持ってける、 OK。 読み通り動いてくれるのありがたいな。あと1分。右飛ぶわけに関してはステージャンを積んでないんで、ステージャンとも慣れてきたら積んでいいんじゃないか。怪物、まあ、あればもちろん便利なんだけど、ガチマート欲しいな、ステージャン。
対抗戦では多分捨てじゃん必要ないと思うんだよね。泡を割るというよりも置くことが大事だと思うから。はい、外した。ええー、ボム噛み合ったー。すごいってたのか。なるほどね。泡をね、割るのって対抗戦だったらね、味方にやってもらうことも可能だから、やばい。やばいぞ。入れられるが、しかし、俺はこのボムで、やばい。やばすぎ。これ死んだ。え、なんでこれ、こっち入れてんの？タコ、タコ、その立ち回り一歩間違えるはクソ地雷だけど、お前のおかげでなんとかなったわ。ありがとうな。これ、ボム刺さるでしょ。刺さらん。あ、刺さった。オッケー。やべやべやべ、X やばい、X 本当にやばい。チャージ X 抜いてくれ。なんだ、入れる入れる。やったやった。俺、ボム置いて、いやー、ごめん。危ねえ、やりけん。こいつは、アサリのやつだけは持ってく。2枚持ってた、2枚持ってた。これ勝ったっしょ。オッケー、ナイス。いいよ。いいっすね。いや、これなんだよ。バブルローラー使いたかったんだよ。まあ、とりあえず今日は、こんなもんかな。また使いてー。またやります。そんじゃまた、俺はこの武器を極めていくぜ。あばよー。アディオス。ナイス。